コムでおなじみの日本のブランドサインハウスが、ライダーのためバイク好きのため安全運転の啓蒙と新しいバイクライフを提案すべく、ラブレターとともに愉快に楽しくお伝えするちょっと役立つウェブラジオ番組である。東京都田園調布環状8号沿い、カラフルなラブレターの並ぶ赤い看板が目印のショールーム、ここをサテライトスタジオとして世界中の皆さんへ向けて発信します。それでは皆さんご一緒に、アローラプティンセーメチャオラブレターということで、今週も始まりました。アデッソイニチアモイオソノラ DJ めぐみたもんたもんめぐみがお届けします。チャオチャオボンジョルノ。さあということでですね、今週も始まりましたチャオラブレッター、毎週土曜日のお昼12時からこのね、YouTube ライブ下なくチャンネルでお届けをしているわけですが、まあ、今日5月19日はなんとですね、よいしょ、モッツメイデイジャパン2018というイベントが都内では行われているそうで、そちらに行かれている方もいるんじゃないでしょうか。チャオラブレティスタ、ね、ラブレッタに乗った方、このモッツを代表する、このラブレッタ、まあ、こう新型の、ね、ラブレッタは2018年、今年からサインハウスが皆さんにお届けしているので、多分このイベントモッツメイデイジャパンに参加されている方はそのクラシックに乗ってる方なんじゃないかなって。いや、まあ、クラシックもかっこいいんですよね。はい、まあ、そんなこのランブレッターの飾られているショールーム、田園調布にありますサインハウスショールームからお届けしています。さあさあ、サインハウスのショールーム、皆さんお気づきですかね。まあ、回を重ねるごとにちょっとずつこうバージョンアップがね、あちらこちらにあるわけなんですが、まずこれ、そう、このモチュールさんの、ちょっとこうカメラ どうしようかな、そうこれモチュールのテーブルとチェア、これが加わりました。はい、すごい座り心地いいです。 ありがとうございます。今週もピコピコいただきました。そう、これね、なぜモチュールかというと、はい、こちらドン、こちら、ありがとうございます。寄った方がいい、このままでいい、 ありがとうございます。そう、モチュール、実はスクーター専用オイルというのがあるんですね。皆さん、ラムレッタのオイル交換の際にはこちらご利用くださいということで、モチュールはラムレッタのオフィシャルサポーターとして、サポートしていただいているブランドなんです。はい、さらに、はい、ラムレッタのこのショールーム、私念願のこれやっとできました。できた、イエーイイエイイエイ。これこっちで見せる、こっち、はい、これ念願のこれ何かと言いますと、塗り絵、あ、こっちか、こっち、これ塗り絵なんですよ。わかる、これ、そう、お姉さんバージョンとダンディズムバージョン、はい、これがですね、ぜひショールームにお越しいただいた、まあ、お子さんともね、ご家族連れで遊びに来ていただきたいなということで、お子さんにこういう風に遊んでもらえたらいいなというのをご用意させてもらいました。はい、ぜひこちらご利用ください。よいしょ。さあさあ、というわけで、まあ、今回ですね、この、まあ、イラストができたからという感じでこの方お呼びさせていただきました。バイク大好き漫画家のキラタカシさん、今週のゲストをご紹介させていただきます。よろしくお願いします。お願いします。ようこそボンジョルノ。あ、ボンジョルノ、よろしくお願いします。さあ、キラさん、はい、まあ、漫画家さんでバイクが大好き、はいはい、家に10台ほどあるという噂はもっぱらですけども、じゃなくてバイクの漫画描いてますよね、そもそも。はい、はいはいはい、描いてます。どんなものがあるかを教えてください。ですね、まあ、ちょっと、はい、今連載中なのはダートスポーツっていう、こう、もうゴリゴリのバイク雑誌来ましたね、はい、バイク雑誌にこんな感じで自分が出てきたレースのお話とか、はい、そういうのを書いたりしますね、はい、ダート野郎っていうのと、はい、その前には、はい、ヤングマガジンさんでこう、うんうん、ケッチンってい う, こう、はい、バイクに乗っていろいろ成長していく男の子、うんうん、あ、ちょっとやらしいのもあるからこれはあんまり発表せないようにして、まあ、YouTube、ネットなんで大丈夫っぽいですけど、まあまあね、はい、であとはデコボコっていう、はい、女の子の中学生の子が、中学生か、オフロードバイクレースに出るのとか、はい、あとは自分のバイク体験談をこうつらつらとこう書いた、こう単車野郎っていう。私これ単車野郎めっちゃ好きです。ありがとうございます。家にあります。はい、そうバイク乗りの人にはきっと喜んでもらえると思うので、はい、これは紙の本ではもうちょっと手に入らない、そうなんですね、感じなんですけど、Kindle とか、はい、電子書籍だったら買えるので、ぜひ未読の方はよろしくお願いします、うん、ぜひ。私この単車野郎はプレゼントでいただいたんですよ、はい、数年前に。で、このキラさんの漫画いいよってもらって、へー
おもろいってなりました。自分じゃない人から思ったの。そう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 、あの人からおすすめとして。はいはいはい、はい、そうなんです。はい、ありがたいですね。はい、さあで今、はい、あの連載中なのが漫画アクションっていうところで、はい、このハイポジっていう、うん、こう中年のおっちゃんが魂だけが80年代に若返って、うん、青春をもう一回やり直そうっていうお話を書いてまして、はい、これにもまあちょこっと懐かしい80年代のバイクとかがちょろっと後ろの背景とかに出てくるので、はい、これもよかったらチェックしてみてください。そうですね、はいはい、たくさん持ってきてくださってありがとうございます。はい、です。さあそんな吉良隆さんに今回お話伺っていきたいんですが、じゃあお書きください。はい、はい、よいしょ。さあ吉良さん、まずはですねこの番組はあの、はいはい、チャオランブレッタというんですけれども、はい、まあランブレッタ、ラブレッタ知ってました？いや、それが正直バイク好きのくせにほとんど名前ぐらいしか知らなくて、そういう結構スクーターに特化してるっていうのが全然知らなかったんで、で僕映画もすごい好きなんですけど、はい、映画好きのくせにさらば青春の光も見てなくて、おなるほど、だからいまいちそのベスパとかモッツに関するようなこととかっていうのもあんまり知らない状態で、今年の東京モーターサイクルショー、はいはい、あの別にランブレッタ目的じゃなくて行ってて、はい、ふらっと見たら、はい、あなんかちょっとベスパっぽいけどなんかかっこいいのがあるなって見てたら、うん、なんか聞き覚えのある声がするなと思って見てそうそうあれと思っても見当たらなかったんですけど、はい、よくよく見たら結構高い位置で、そうなんですよ、あの東京モーターサイクルショーを来ていただいた、あ大丈夫ですか、はい、あマイクがね、そうそう、こういうアクシデントもまあ皆さんこうお楽しみいただきつつ、そう東京モーターサイクルショーでこの後ろのリボンには見覚えあるんじゃないですか。このリボンの前に新生ランブレッタを展示させてもらいまして、その横にあの私お立ち台、お立ち台ちゃんはバンダイと呼んでたんですけれども、あ本当バンダイみたいな、もうあのバルコニーすごい高いこうね、あのロミオとジュリエットみたいなあそこから皆さんにこう、ね、お伝えをさせてもらってた、そんなブースデザインだったんですが、そうなんですよね、はい、そうでそこでじゃあ、あなんやランブレッタースクーターここに飾ってありゃんって気づいてくださった。そうなんです、はい、で、あの前情報も何もなしで見て、うんうんうん、なんか普通にかっこいいなと思ってたら、意外となんかお知り合い関係とか取り扱いとかに関わってたりとかして、で、まあ、そのうちちょっと乗れる機会あったらちょっと乗ってみたいなと思ってて、うんうん、まあ、今回こういう機会いただいて、ちょっとさっき初めて乗らせていただいたんです。いや、あのいつまでたっても帰ってこへんから大丈夫かなって言ってたんですよどうでした？いや、ちょっとだから本当に楽しくて、はい、なんかあの河原沿いのところまで行ってちょっと写真撮ったりとか、うん、結構行きましたね結構あそうなんや、え写真見たい、ちょっとまた今度見せてください。あ、はい、まあ、もしかしたら この辺にちょっと出てくるかもしれないですね、あ収録分なんで、さあさあそんなもうたくさん乗ってきて楽しかったと今ちょっと言ってくださいましたけど、具体的にどう？あのですね、だからちょっとすごい興味があったのが、うん、なんかランブレッタさんでもすごいなんか、うん、あの推してるそのスチール、うん、あースチールモノコック、モノコックっていうのが、はい、伝統のね、うん、はい、普通のいわゆるスクーターとどのぐらい乗り味ちょっと違うのかなっていうのを感じてて、はい、で普通のスクーター結構普段乗ることもあるんですけど、うん、はい、まあやっぱ便利な反面ちょっとこうギャップとか超えるときにスクーター特有のこうブルブル感がどうしても気になったりしてたんで、まあモーターサイクル大きいバイクとか他の車両を持ってる方にしてみればそう感じるけど、まあスクーターってこういうもんよねと思って乗るとこありますよね。そうですね、うんうん、で別に近所の買い物とかなら全然いいんだけど、うん、ちょっと足伸ばしたい時なんかはやっぱちょっと疲れるのかなって思ってて、うん、そういう辺ちょっと注目して乗るようにしたんですけど、はいはい、まあいざ乗ってみるとやっぱりさすがにフロントがものすごく本当に剛性感があって、その分こうサスペンションがもう素直にお仕事してる感じが伝わってくるので、だからタイヤ自体はちっちゃいんでね、それなりにあの超えてる感じはあるんだけど全然不快な感じで手に伝わってこないし、ハンドルもブルブルがもう一発で収まるような感じなので、これだったらあのツーリングとかでも全然使えるなっていう。ね、リアルインプレッション、はい、ありがとうございます。いやこれあの褒めすぎじゃないですよね、あえて持ってないですよね。そうですよね、うん、私も実はこの間乗ったんですよ、はいはい、であのそれこそモーターサイクルばっかりその大きいバイク、まあ、250cc 以上の車両に乗ることが多いので、スクーターもほんま何年ぶりやろっていうぐらいの感覚だったんですけど、取材でちょっとなったりはしたかな、なんかあこんな
なにこうスッと馴染むんだなって、うん、スクーターで一番私が苦手なのってこう膝周りがちょっと心もとない感じ、はいはいはい、あの挟めないっていう、うん、ニーグリップできひんっていうのが心もとないんですけど、なんかこういう乗り物としてコーナーめっちゃ楽やったんでしょ私。あ、そう、低速のコーナーって一番危ないやつじゃないですか、うん、でも街中でこうシューってあれ意外とうまくいったシューってあれうまくいくよねみたいな、そんな感覚がありましたね。だから僕なんかは逆にスクーターだったら、うん、はい、足元がやっぱフラットなところがスクーターの便利なところだったりするので、はい、あのできればその方がいいんだけど、うん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 、どうしても車体の剛性を上げようとするとそこのフラットを犠牲にしてこうでっかいフレームが入っちゃってこうまたぐような感じで乗らなきゃいけなくなっちゃうんで、はい、そこのバランスがすごく難しいと思うんだけど、ランブレッタは空いてますよね。ランブレッタだからね、フラットな上にちゃんとその辺の剛性もあって、でお尻のシートも結構見た目薄いんだけど結構やっぱり後ろもね、いいお仕事してて、そうそうそう、全然ビョコンって跳ねない感じ、ね、あのしばらく乗ってもお尻痛くなさそうな感じがね、うん、でキラさんが今日乗ってくださったのは125でしたよね。そう、125でどうですか、もうパワー十分な感じ。まあ十分ですよ、うん、本当にあのドカーンって出たいとか思わなければ、うんうんうん、むしろあのぐらいの方が距離走るんだったら疲れない感じで、あの開けた時に何でしょうね、こう鈍くもなく速すぎくもなく、うん、ちょうどいい感じでスーッと、でもどんくさくない出方、うん、しますよね。結構気がついたらぼちぼちいいスピード出てんなっていう感じなんで、伸びがいいですよね、はいはい、私もあの同じ125に乗ったんですけど、あ200じゃなくてもいいかなって思うぐらい、うんうん、そう、まあ、ただね道交法上の問題であの、まあ、200の方が高速道路乗れたりとかそういうのはなんか悩ましいなみたいな。そうですね、うん、だから俺高速道路ちょっとこういうスクータータイプで乗るのって怖いかなって思ったんですけど、うんうん、はい、ちょっとそのスピードの出るところを走った感じでも、うんうん、これだったらまあ、うんうん、あのあんまり長い距離ねさすがに走るのはちょっときついかなと思うけど、うん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 、200で高速道路ちょっと乗れるっていうのは、ね、それはそれですごい便利だなと思いましたね。でちなみにランブレッタはあと 50cc っていうラインナップもあるんです、はいはい、200、120も50、キラさんだったらどれズバリ。僕本当にリアルに買うこと考えたらやっぱ125、うん、おーなるほど、うん、うん、その心は普段使いもできて、維持費も安くて、ちょっとしたツーリングだったら全然できるっていうところで、バランスが一番取れてる感じ、ね、あのこのランブレッタの私がすごくいいなと思うところは、排気量が違うとやっぱモデルがね見た目が変わっちゃうブランドって多いじゃないですか、うん、ランブレッタはもう全部見た目一緒、フレームは一緒でエンジンだけが違うので、本当にあのこの見た目が好きっていうのの中からどれにしようかなって選べちゃうっていうね、うん、それがいいなと思ってるんですよね、うん、だから今こういうのを見てる人って、はい、うんうん、多分ランブレッタにものすごく興味がある人か、うん、はい、タモンさんのファンだと思うんですけど、いや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 、もうまあみんな見てください、もう来週もね見てください、過去のあのバックナンバーもいっぱい見てください。そうだから本当に興味がある人だったら、はい、もう多分絶対買って、うん、失敗したとかって絶対ならないのは、うん、僕今日ちょっと乗ってみて思ったので、お嬉しいですね、はい、1台でもこれで売れたら、はい、うんうん、なんかねロイヤリティでも平田さん何かお土産が増えるかも。ジャパネットたかし。でね、あのランブレッタは実はあのバイク日本中から購入していただくことが可能なんですよ。そのシステムも知ってました。さっきちょっとお話聞いたんですけど、あのランブレッタはもちろんあのランブレッタの、オフィシャルショップというかそういったものも今後日本中で、そうやって展開していくこともあるかとは思うんですが、基本的には、オンデマンド方式といいまして、皆さんが普段行かれているオートバイショップからご購入いただくことが可能なんですね、はい、なのであのいつも行ってるバイク屋さんにラブレッタ欲しいねんと言っていただければ、そのお店さんからオーダーが入って、そのお店さんにデリバリーさせてもらうと、やっぱあの個人でそうやってやっていただくとやっぱりこうメンテナンスとかの時もいろいろあると思うので、まあそういう風な、まあ、ショップさんですがどこでも買ってもらえるというスタイルを作っております。オンデマンド新しいよね、うん、便利ですね、本当にびっくりしました、最初意味が理解できないぐらい、ね、びっくりしました。
そうなんです、まあ、やっぱりこうビーコムとかそういった今までバイクにまつわるその楽しいグッズをお届けしているサイハースならではの新しいバイクのデリバリー方法かなということなんですが、そんなね、まあ、サイハース今私ちょっと言いましたけど、はいはい、ビーコム、はいはい、ビーコム使ったことありますか？今まで1回だけ使ったことがあるんですけど、ね、はい、まあ、それがタモンさんとの関わりにもなる、そうそうそう、マントで、ね、取材に行く途中で、うん、イギリスでレンタルバイクを借りて、 それをこう3人で行ったんですけど、 その移動のすがらでこう、うんうん、使わせていただいたのが初めてだったんですけど、 その移動中は結構ハードな旅走だったんで私は加わってないんですけどもスケジュールの関係とかもあってね、まあ、キラさんとマント TT のグッズを日本でインポーターされてる、はい、方 と、ショップ名何やったっけな、あれ今ど忘れしちゃった、そう、なんだっけ、あそんなこと言われたら俺まですいません、思い出したら思ってしまって、これ見てくれてたら谷川さんすいません、そうごめんなさいともう一人ライターさんとね、はい、行かれたということなんですが、その間ビーコムで会話をして、そうなんですよね、うん、初めて使ったビーコムどうでした、しかも異国の地、いや本当にだから初めて走るところで、はい、しかも結構夜も走ったりとかしたので、うんうん、はい、相当不安感がある中だったんですけど、あ、思い出した、タスデザイン、あ、タスデザインそうです、すいません、はい、はい、でね、はい、そうそう、うん、で、走りながら、うん、その日泊まる宿とかも探すぐらいな感じだったんで、そんな感じだったんですね、いわゆる日本の高速道路みたいなところを走りながら、はいはい、こう会話で、うん、次のちょっとサービスエリアみたいなところで、うん、ちょっとホテルあるか聞いてみましょうみたいな感じのこうやりながらだったんで、はい、なんか改めて聞いてすごい旅しましたね、いやもうだからね、本当にビーコムがなかったらそういうこと一切できなかったんで、うん、いや暗い中初めての土地で迷いながらやから寂しいし心もとないとか心配というかね、そうなんですよね、だから普通に会話できるっていうだけでこんなになんか親近感っていうか安心感があるんだっていうのはその時にすごい、うん、感じましたね、いやもうそれこそなんですよ、そのサインハウスのこのビーコムね、今で10周年なんですけど、はいはい、初号機ができたの理由がもうズバリというか、なんで車は仲間たちと会話しながら現地まで行けるのに、うん、バイクやとできんやろっていうのがきっかけだったっていうことなんで、まさに体感していただき、うん、そうだから使うまではなんか、うんうん、バイク乗ってる時ぐらいは一人になりたいとか、うん、それもわかる、すごいわかる、うん、そう、そういう感じのもんだったんですけど、うん、まあ一人でツーリングならもちろんそれでいいんですけど、うんうん、複数の時にやっぱりちょっとした景色を通りかかった時とかに、うん、なんか言えたりとかするのって、うん、全然やっぱりそういうのがないのと比べるとやっぱりね、共有感が全然違うんだなって、そう、うん、でね、まあ、キラさんは妙齢のお兄さんじゃないですか、はいはい、そういう中年そう、そう、お兄さんたちでもこういうのを使うの簡単でした、大丈夫でした、あ、もうなんかスタートする前にボタンでこう、うん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 、ペアリングしてのだけ分かれば、はい、もうあとは走ってる時はもう普通に、うんうん、なんだったら独り言もだから普通に聞かれちゃうぐらいの感じ、そうなんですよ、うっかり一人で乗ってる気分で、はいはい、鼻歌とか歌うと全部聞こえるんですよね、そうなんですよね、まあ、そんなねビーコム使っていただいた経験も今お話しいただいたキラさんなんですが、はいはい、私実はお願いがありましてですね、はいはいはい、色紙書いてもらえませんか、はい、お願いします、はい、マジックだけでいい、クレヨンもありますけど、クレヨンもちょっとじゃあ、クレヨン、わかりました、はい、よいしょ、こう隠し持ってた色紙セット、はい、はい、お願いします、じゃあキラさんに今書いてもらってる間に、まあ、私なんとなくこうやんやんやんやと喋ってみようかなと思うわけなんですけども、じゃあどうしようかな、ちょっとこっち今ねビーコムの話なんかもしてましたんで、こちらのサイハースショールームの、壁面といいますか一面にあるこのサイハースアイテムのご紹介もしたいと思うんですけども、よいしょ、多分キラさんが使ってくれてたのは、よいしょっと、この辺今ね 4X ライトとしてお届けしているこのアイテム、はい、この 4X を使ってもらったと思います。この 4X は、今サイハースが、販売しているラインナップで一番入門編ですね、仲間と会話をするということに特化した入門編の 4X、 そしてフラッグシップがこちらの 6X、 これペアユニット2個入りで販売しているものを今持ってきたんですけども、やっぱりねこう 6X がいいですね、フラッグシップ、ただやっぱり値段もその分いいお値段、はい、フラッグシップですからね、させてもらってますんで、私個人的なおすすめは
まあ、自分が普段 BCOM 使ってナビゲーションの音声聞いたりとかね、一人の時でも音楽聴きながら走りたいと、でさらに仲間と一緒になった時には空仲間と会話ができた方がええよねという方はこの 6X、 ぜひお仲間と一緒に使ってください。ペアリングめちゃくちゃ簡単です。 B リンクっていうので、最初にボタンポチッと押すだけで、面倒な作業一切なしと言い切っちゃって私いいかな、はい、使っていただける、そんな 6X。 対してこちら 4X、 はい、2人でペアリング使うときなんかは同じように簡単な作業なんですが、3人4人とつなぐ場合は、チェーン方式ということでね、お隣お隣とこの BCOM がつながるというシステムなので、4人でペアリングするときちょっと手間を、一手間いただきます。ですがやっぱお値段もちょっと入門編ということですし、あの通話品質はもう十分いいです。本当こちら 4X ライト、まあ、2人でね、ご家族、カップルさん、恋人、ご夫婦で使ってもらうときなんか、親子でもいいですよ、使ってもらうときなんかはこちらの 4X ライトが私はまずはいいんじゃないかなと思っています。はい、やっぱお子さんね連れて、タンデムで初めて走るときとか、後ろで寝てへんかなとかも心配じゃないですか、とかね、バイクバラバラでね、初めてのカップルツーリングとかね、ちゃんとついてきてるかとか、こうミラーだけじゃね補えないとか、ちょっとお腹すいたとかね、ちょっとお手洗い寄りたいとか、そんな細かい意思疎通ができるってすごい便利なんですよ。ぜひこの BCOM 皆さん使ってみてください。よいしょ、なんか BCOM だけで時間が終わってしまいそうですが、よいしょ、キラさんの進行状況をチェックしてみましょう。あのカメラありましたっけ。カメラすいません、あの4カメ目が今ちょっと使用不能になったということなんで、そうキラさんね今あっちフレームアウトしてるんですよ。そう嬉しい、ほら見て、いける、カメラ回る、もう一息、あちょっと回らない、微妙に回らない。じゃあ、 私がこうモノマネでこうね再現しようかと思いますけど、こういう状態になってます。こういう状態そう、書いてくれてますよ、我らがこれを、まあ、じゃあ後で答え合わせというか、こうドーンとねこれですよっていう風にやってもらいたいなと思いますけれども、さあさあそんなキラさん、あ結構いいペースですね今書いてもらってて、で実はキラさんのちょうど背中側というか、こう外側、またこうカメラで映らないところを私話そうとしてるんですけど、来週のゲストのピンストライプのねデザイナーさんが今もう着々とした準備をしてくださってるわけなんですよ。こうやってサインハウス、ラムレーターにちなんだ仲間たちがこのショールームを作り上げてくれてるわけなんですね。嬉しいですね、そんなわけでぜひこの間行ったでという方も、このチャオラムレッタのね、生配信の日、または収録放送の日、私来てる日もありますし、それ以外の時もサインハウスのスペシャルスタッフたちが皆さんをお待ちかねしてますんで、ぜひとも田園調布にありますサインハウスショールームをお立ち寄りください。ここでじゃあショールームのご説明なんかもちょっとしとこっかな。よいしょ、はい、これ私の手作りです、チャオラムレッタ。はい、こちらランブレッタの、まずウェブサイトなどなどいろいろ SNS もありますのでチェックしてください。サインハウスショールーム住所をご紹介しましょう。東京都大田区田園調布2丁目 1-8、 東京都大田区田園調布2丁目 1-8、 最寄り駅は、田園調布駅等々です。電話番号は03-3721-1770、 03-3721-1770。 ぜひともですね、サインハウスのアイテムにまつわるいろんなご質問をお待ちしております。今まではこのショールームできるまではね、サインハウス実はちょっと週末ご対応させていただきにくいところもあったんですけれども、このサインハウスできまして、週末のねショールームできまして、皆さんからの、よりサポートをしっかりとさせていただきたいなと思っております。できる限りのご対応させていただきますので、ぜひとも日本のブランドサインハウスのそういったサポートダイヤルもご利用ください。さあ、あキラさんできた、だいぶ、ありがとうございます。あ、だいぶもうちょっと、あ、そっか、もうちょっと仕上げがあるって感じですね。とりあえず、はい、白くて、おお、すごい、こんな感じ、すごい、プロ、すごい、かっこいい。ありがとうございます。後でもうちょっと綺麗に入ってきます。はい、はい、嬉しいです。あ、じゃあ今はこの感じっていうことで、そうですね、ちょっと先頭整えて色つけれたら後でつけときます、うん、じゃあこの後、はい、まあ、彩色色をつけていただいて、どうなったかはぜひ皆さん、あのサインハウスのウェブサイト、今のね SNS チェックしていただきたいなと思います。さあ、それではキラさんありがとうございます。はい、この後というか、ここで一緒にやってもらってもいいですか。今週のイタリア語を言っときましょう。ありがとうございます。カンニングペーパー、はい、大丈夫です、大丈夫です。そんな長いフレーズじゃないから。
はい、まあ、まず私がやります、はいはい、やって、視聴者の皆さんは何と言ってるか当ててください。いきますよ。オフェーメお、あ、ごめん、オファーメだオファーメ、オファーメ、はい、オファーメ。さあこれ何て言ってるでしょうか。ちなみに今回収録ということなのでですね、時間は、1時25分ぐらいということで、皆さんなんとなく想像ついてもらいましたか、うん、では答え合わせいきます。オファーメ、お腹空いたね、キラさんもうズバリですね、はい、我々ぼちぼちでは一緒に行きましょう、はい、せーの、オファーメ、お腹空いたよ、皆さん覚えてくださいキラさんありがとうございました。ありがとうございました。最後になんか一言あればぜひください。あのどっかレース会場とかで見かけたりしたら気軽に声かけてください、はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。改めてご紹介しましょう。漫画家のキラタカシさんでした。ありがとうございました。チャオチャオ、ありがとうございます。そう、あのキラさんとはね、私あの満島で同じ屋根の下暮らした仲間わけですよ。1週間ほどそんな話もしたかったんですけど、結構盛り上がっちゃいましたね、はい、他のところで。やっぱそれだけね、ランブレッタは語り尽くせるぐらいの魅力があるということなわけなんですね。さあということで、今週のチャオランブレッタも、そろそろこの辺でということになるかな、なるかな、はい。さあ、ぜひとも皆さんですね、ランブレッタにご興味のある方はこのサインハウスのショールーム、田園調布にあります環状8号沿いです。赤いランブレッタの目印の看板ご覧になってお越しください、ね、私このショールームにいるときはね、前通ってくださった方、こっち、あ、見てくれてるなと思ったら、こっちゃおーとかで、ね、やってるわけなんですよぜひ、そんなのも楽しみにねしていただいて、安全運転でバイクライフ楽しんでいただきたいと思います。それでは今週も行きましょう。これまだ答え合わせ来週に持ち込みますから、持ち越しますから、行きますよ。ノンコルレーテアンダンテピアノボーナージョルナータ、また来週、チャオチャオ。